今回のキャラクターパックなんですけど、ほとんど知らない。はい。皆さんこんにちは。重症リゴビルだ。ひらげな。はい、今回の動画はこちら。はい、レゴスーパーマリオキャラクターパック4を開けます。はい、今回はこちらのキャラクターパック4を開けます。ちなみにこちらは今年の2月頃に発売されたレゴスーパーマリオの新しいキャラクターパックです。先言っておきます。今回のキャラクターパックなんですけど、ほとんど知らない。はい。今まで開けてきたキャラクターパックは割と知ってたんですけど、今回はもう、なんて言えばいいんでしょう。これ確か DS のマリオカートに出てきましたね。確か名前がドンケツだったっけな。僕はこの2体以外はもう全然わかりません。はい。あ、でもこのペンギンは見たことあります。この3体以外はもう全然わかりません。はい。第4弾でいきなりこういうなんかマイナーなキャラを出してくるあたりもなかなか面白いですね。この紫色の敵なんですけど、これなんて言うんでしょう、なんかバイキンマンの慣れ果てみたいな。まあそれはいいとして、今回のラインナップは全部で10種類で、メカクッパ、パタテンテン、ハッチン、ドンケツ、フリーザー、アリヘイ、ハキボウ、ガマネ、チューチュー、コペンギンです。とりあえず今回のキャラクターパック4もコンプリートはしたいです。はい、今回は徳島のトイザラスで5つ買ってきましたので、5つ一気に開けます。ちなみにこの中で欲しいのであれば、そうですね、メカクッパとバイキンマンの慣れ果てことアリヘイ、これが欲しいです。では1個目開けます。では記念すべき1個目いきます。せーの、デッド。ん？これ誰だ？プレートがあれば。ああ、これはかき棒ですね。はい、まず1つ目はかき棒でした。では2個目開けます。いきます、せーの、デッド。ん？これ誰だ？羽があって、プレートパーツ。あ、これなんかテントウムシっぽいので、あ、これパタテンテンですね。はい、二つ目はパタテンテンでした。では三つ目開けます。ではいきます、せーの、デッド。ん？おお、出た、アリヘイですね。はい、三つ目はアリヘイでした。では四つ目開けます。せーの、デッド。おお、これ確かガマネーですね。4つ開けて今のところダブリなしですね。はい、4つ目はガマネーでした。はい、では最後5つ目開けます。ここでダブらずに終わってくれたらすごいいいかも。ではいきます、せーの、デッド。おお、ダブらなかった。そしてこれはチューチューです。はい、5つ目はチューチューでした。はい、今回の結果はこのようになりました。出た順でかき棒、パタテンテン、アリヘイ、ガマネ、チューチューでした。今回僕5つ開けて1個もダブらなかったのが結構すごいと思いました。では今回出たこちらの5種類を一気に組み立てます。はい、5つすべて完成しました。はい、今回もどれも完成度が高いですと言いたいところだったんですけど、今回出た5つのキャラクター実物見たことないんですよね。僕今回出たキャラクターのやってるマリオのゲームやって
ったことないので、あーどうぞ感想に困るかな。まあとりあえず一体ずつ見ていこうと思います。はい、まずこちらが柿棒です。全体はこのようになっていて、柿棒はまあざくといえばクリボーの、まあ、仲間ですね。クリボーってここにカラーコードあるんですけど、今回柿棒は裏面にあります。そして台座はこのようになっていて、レゴマリオのキャラクターパックの台座パーツって本当にすごいよくできてるんですけど、今回の柿棒の台座は意外と結構シンプルに作られてます。はい、続いてはこちらのパタテンテンです。全体はこのようになっていて、パタテンテンはまあパタパタとテントウムシが合体したキャラクターだと思います。パタテンテンは赤色とネイビーで色分けされていて、これも結構よく作られています。そしてパタテンテンの台座は砂漠ステージとなってます。はい、続いてはこちらのアリヘイです。全体はこのようになっていて、アリヘイについては先ほどめちゃくちゃ言ってるんですけど、これ完全にバイキンマンのあの慣れ果てですね。アリヘイの台座はこんな感じです。はい、続いてはこちらのガマネーです。ガマネーなんですけど、ガマグチ財布がモチーフのキャラクターですよね。そしてガマネーの台座はこのようになっていて、あのちなみにめちゃめちゃどうでもいいんですけど、今回出たキャラクターパックの中でガマネーの台座が一番好きです。あの実はこのパーツがめちゃくちゃ欲しい買ったんですよね。次開けるときはわざとガマネー狙いで開けようかな。あのこのパーツ狙いで。はい、続いて最後はこちらのチューチューです。全体はこのようになっています。これほぼほぼ怒られるんですけど、チューチューってなんかモルッカーに似てるような。はいはいはい、いやでも形的にモルッカーになんか似てるんですよね。チューチューの台座はこんな感じです。チューチューの台座にはレンガブロックがあります。はい、レゴマリオとレゴルイージで音声確認いきます。まずは柿棒から。ではいきます。柿棒はクリボーと一緒です。ではルイージでもう一度いきます。では続いてはパタテンテンいきます。パタテンテンは柿棒と一緒の音声が出ます。ではルイージでもう一度。では続いてはこちらのアリヘイです。何気にアリヘイがちょっと楽しみです。では行きます。アリヘイは先ほどのパタテンテンと一緒の音が出ます。ではルイージでもう一度。では続いてはこちらのガマネ行きます。ガマネはコインの音が出ました。ではルイージでもう一度。では最後はこちらのチューチューいきます。チューチューもアリヘイと一緒の音声が出ました。ではルイージでもう一度。はい、レゴスーパーマリオキャラクターパック4はこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオキャラクターパック4を5つ開けてみました。今回は5つとも1個もダブらずに全10種類中5種類が出たのでいい結果でした。動画でも結構言ったんですけど、今回のキャラクターパック4はほとんどわからないキャラクターで僕はめちゃくちゃ困りました。毎度言ってるんですけど、レゴマリオのキャラクターパックは完成度がすごい高いので、今回はまあ知らないキャラクターだらけだったんですけど、台座パーツの出来はすごい良かったです。キャラクターパック4は全部コンプリートしたいので、まあ多分ないと思うんですけど、次の動画で全10種類コンプリートしたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。